国鉄 EF-13 型電気機関車。EF-13 型は、1944年、昭和19年に登場した日本国有鉄道。登場当時は、運輸通信省の直流用電気機関車である。太平洋戦争中に、戦時軽車両として開発された機関車であり、その得意な出自に起因する複雑な変遷をたどった。国鉄の貨物用大型電気機関車としては、 1934年、昭和9年から EF-10 型が41両製造され、続いて1941年、昭和16年に、その出力増強版の EF-12 型が開発されている。しかし、軍事輸送に対応するための輸送力増強が求められる一方で、戦時の資材不足が深刻化すると在来系機関車の生産自体が困難となり、 EF-12 の機能を簡略化した代替機が求められた。こうした状況を背景に開発されたのが戦時系機関車である EF-13 型であった。EF-13 型は戦時設計の典型例であり、当座の戦争機関中をしのげればよいとする思想で設計された。そのコンセプトは外見からして一目瞭然である。戦前の国鉄大型電気機関車は両端。 先は上デッキ部のみを残して、道輪上部分いっぱいの前兆を持つ、箱型車体を標準とするが、e f 1 3は、使用鋼材を極力節約するため、車体前後をボンネット状の機器室とし、中央部に短い車体を備える、突型車体を用いた。しかも高数削減のため車体、ボンネット部ともスタイリングや仕上げ工作は全くしない、直線基調の粗末な作りになった。 外観の評価は異様で品相といった否定的な意見が占めていたが必要な機能材料に絞り無駄ない装を配したデザインがスイス国鉄の CE6、8E 型にも通じるものとなったことから精観、郵送、機能部といった肯定的な意見もある。数少ない利点は突型車体のため乗務員室が車体中央に近く車端に運転外を持つ 通常形電気機関車よりも乗務員の動揺が少なかったことぐらいであった。しかし、当機の運用は隙間風だらけの環境でありながら乗務員室暖房すら削減されていたため、その乗務には苦痛を伴った。一方で自局柄、航空機による銃撃に備える目的で乗務員室には防弾装備を施していた。乗務員室側面の内側に、 厚さ十三ミリメートルの後半を張り、外半との間には砂を入れていた。しわ寄せは内部にも及び、手電動機や通風、送風機器、保安機器類の配置、装備ともに安全性を犠牲にした簡素な設計を、とっていた。最たる例は、電装系の小損事故からの保護に、絶大な効果のある部品として、技術人、運用現場の双方から重要視されていた、高速度遮断機を、 資材節減のために省略し、ヒューズで代用したことである。この措置は、現場の機関区から猛反発を受け、設計担当者のや山康夫が、ある機関区へ説得に赴いたところ、現場職員の抗議で軟禁される騒ぎとなった。台車枠の車軸支持構造も、戦前の通常形機関車であれば装備していた、干渉部材を部分省略して、リンクを台車枠への直付けにした。 このように徹底した簡素化を行ったが、あまりに徹底して、部材を省略した結果、車重が軽くなりすぎて、動輪上の軸重が不足したため、軸重確保目的の指重として16.4トンにも及ぶコンクリートブロックを積むことになった。EF-12 の最高出力、1時間定格1 6 0 0ットなどの諸限を落とさないという目標で、開発され、名目上は、 同等性能とされたが、簡易設計や、代用部材対応等の悪影響から、計画性能の達成には至らず、実用上の性能は本来若干出力の低い、はずの EF10 系、1時間定格 1350kW 並みとも言われた。制御系では弱め階時段制御を使用すると、主電動機の寿命が縮むという理由から、同機能は63系電車とともに、 使用不可の設定にされていた。粗悪な作りに加えて国史もたたり、故障、事故を多発させて、稼働率も低く、現場職員からは悪評を買い、木とセメントで作った機関車や揄された。1944年、昭和19年、東京機関区構内を会場に、新たに開発された、戦時系車両の展示会が開催され、戦時系の D52 形状機機関車、 一九百系無害貨者と共に e f 1 3も展示されたが、視察に訪れた当時の総理大臣、東条秀樹が寿命はどれくらいかと尋ねたのに対し、国鉄側から立ち会った八山康夫は困惑したが、とっさに応答は戦争に勝ち抜くまで保ちますと応じてそばを取り繕ったという逸話が残されている。戦時輸送速報のために、 簡素な設計を取ったにもかかわらず生産は滞り、戦争中に完成した車両は7両に止まった。製造は、戦後も1947年、昭和22年まで続き、最終的に31両が製造されたところで、新たに開発された、後継形式の EF-15 型が増備されることとなり、製造は終了した。戦後早々、1948年、 昭和23年から約1年にわたり、第一次改装工事を行い、簡略設計の箇所には高速度遮断機の新設、空気上昇式 PS14 パンタグラフに取り替えなど、安全対策が施されている。同時に弱め返事段を使用可能にする工事も施されている。また、全消灯も、運転大丈夫からボンネット先端に移設された。この時に、 EF-13 で交換され装備した機器類の構成は EF-58 の新車体に多く取り入れられた。1953年、昭和28年から1957年、昭和32年にかけて第二次改装工事として総勢31両の EF-13 の急突型車体を廃して同じく31両分発生した EF-58 の 旧箱型車体に乗せ替える改造が行われた。これは、デッキを持つ箱型ボディで心臓をされた e f 5 8一時型が新たに半流線型車体への乗せ替え改造を施され、デッキ付けの旧車体が余剰となったことで実施されたものである。EF58 の旧車体の寸法はほぼ EF13 に転用できるサイズであったが、台車間寸法がわずかに異なり、 改造で調整した。この改造で EF-13 は外見上一般的な箱型貨物用電気機関車としての定裁を整え、二十五号機のみ滝にある側面中央部の窓一つがない。の世界における EF-13 の車両番号と EF-58 の車体番号の組み合わせについては偶然に一致した5.26号機の2両を除き共通ではない詳細は EF-13 の車両番号と EF-58 の車体番号の組み合わせ参照。理由の一つとして、全車一気に乗せ替えが実施されたわけではなく約4年にわたり行われたためであり、車体を上とする必要上、両形式とも検査時期の接近している車が種車に選ばれため、試行が番号順にならなかった。このようにして生まれ変わった新 EF-13 型と、 新 EF58 系の運転室仕切り壁には、それぞれ EF58005 より、車体譲り受け EF13005 へ、車体上との名板が取り付けられた。東海道本線等における貨物列車牽引のほか、すでに戦前に甲府まで電化されていた中央本線や1947年に全線、電化された上越線では、 低速前提の勾配線運用であることから他の貨物用機関車同様に旅客列車牽引にも当てられた。戦後混乱期の上越線全線電化後 EF15 系の増備が進むまでは上越線の主力機となっていた。1960年代前半には新幹線車両の搬入、改装にも用いられた。後半コイル専用列車。 コイル港換号、塩浜三沢かご原が1969年7月1日から運転され e f 1 3 2 5が牽引した。中央本線では1970年代初頭まで旅客列車牽引を行っており、貨物用で暖房用ボイラーや電気暖房電源がないことから、当期には機関車 G に暖房車を連結して旅客列車牽引についていた。 戦時設計車両であり、早々に廃車される見込みで開発された機関車であったが、戦後の輸送力不足に伴う機関車需要を増大に、そう,いう形で延命した。整備改造もあって長く使用され、東海道本線や、首都圏の貨物列車のほか、前日の通り中央本線では、旅客列車にも使用された。晩年には、首都圏の各線で貨物列車用として使用されていたが、 EF60 系統の転入により1977年、昭和52年により、廃車が開始され、最後の現役機であった立川機関区の24号機も、1979年、昭和54年2月17日単189例を、最後に運用から外れ、長らく旧車となっていた3号機の1979年、昭和54年11月廃車を最後に、前期廃車された。 廃車後はすべて解体処分されており、保存機は残っていない。EF13 の車両番号と EF58 の車体番号の組み合わせを以下に示す。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。